Lady Kula Lady Kula リアルにつながろう Lady Kula みゆきと村沢の月曜から乾杯。皆さんこんばんは、杉浦美幸です。村沢でございます激しいね、今日も。そうだよ。だね。そうなんだよ、はい、元気いっぱいで。元気いっぱいですよ。はい、4月になりましたから。そうですね。そう、4月なのに、その上のジャンパーは暑くないですか。大丈夫大丈夫、ちょっとカッコつけてっから。カッコつけて、わかりやす。そう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 、ごめんね、話変わっちゃうんだけど、うんうん、何、ちょっと前の話になるんだけど、うんうん、先月地震がありましたね。あったっしょ、うん、あった、ね、結構それで東京も揺れたでしょ。私その時大阪にいたんですよ。大阪は揺れた。全然揺れない。大阪は揺れないんだ。揺れない。だからまるちゃんが LINE をくれたじゃないですか、うん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 、大丈夫って、うん、その時に何が大丈夫なのか正直わからなくて、うん、そうなんだ、うん、なんか東北の方がすごいね揺れて。そうですね、福島とか。その影響で東京の方も揺れたんだけど、うん、それで、まあまあまたなんかのっけからお袋の話で恐縮なんだけどもうなんかコーナーになってきてる。いやいや、ほとんどいいと思う。あのね、私の周りで、うん、まるちゃんのお母さん話はつぼってる方が多い、うん、あ、ほんと。そうです、そうです。喜んでもらってる。もちろん。あ、よかったよかった、うん、あのこの間の地震でね、うん、で結構部屋が、まあ、あのぐらぐら揺れ始めて、はい、これでいつもだったらそんなに気にしないんだけど、うん、今回の地震はすごい長かったのよ、うんうんうん、なんか1分ぐらい続いたのかな。結構そんな長かったんだ。そうそう、ガーってくるんじゃなくてゆっさ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 みたいのがすごい長く続く地震だったの、うんうん、これでなんかこうゆっさ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 してるうちに、うん、なんかこう寝室が隣同士なんだけど、うん、うちおふくろと、うん、でおふくろが隣の方からなんかちょっと可能なくような声でとしこちゃんとしこちゃんとしこちゃんって言ってるから大丈夫かなと思ってあの大丈夫だよ大丈夫大丈夫って言って、でなかなか出てこないから、で大丈夫かって言って部屋ガラッて開けたらヘルメットかぶって足靴履いてさ、もうスタンバってんのよ、いつでも逃げれるようにでとしこちゃんとしこってベッドの横でヘルメットかぶって靴履いて座ってんの。としこちゃん逃げなくていいの、逃げなくていいよみたいな、ちょっとびっくりしてさ、ノラクロみたいな感じだったよねあのもうほとんどなかなかあー、お腹痛い。あの工事現場のさあるじゃんヘルメット、うん、あれの白いやつをね、一応俺はその母親と、うん、あの自分用に2つ買ってあるわけですよ、うん、でまあその枕のとこにね、おっくろはいつもその靴と自分のその洋服と、うん、それからヘルメットと懐中テントを必ずいつも置いてあるの。いつも置いてある。でいつでも逃げられるように、いいね、それで俺はどっちかっていうと そこまででかい地震が来ないとそんなに緊張はしない人なんだけど。そりゃそうだね。そうでしょ、うん、うちの母親はその地震に関してものすごい敏感な人で、うんうんうん、近くにちょっと大きいダンプとかがグラグラグラってくると、うん、地震地震じゃない地震じゃないみたいな、もうなんかサスペンス劇場みたいな雰囲気になって。そうなんだ。今回はでもね、あの笑っちゃいけないんだけど。いや笑っちゃいけないよね。さすがにでもね、ガラッて開けたらもう完全にフル装備で、もういつでも工事行けますみたいな状況で、あのおふくろがスタンバってました。いや素晴らしいですよ。素晴らしい。86歳でその、うん、パッパッて動いて。そう。状況的にね、靴開けなきゃ、ヘルメットかぶんなきゃって思ったってことだから、思ってもなかなか行動に出れない年齢だったりするじゃないですか。そう、伊達にね、普段ポイント集めにスーパー行ってないですよ。いやいや、本当にそうだと思うよ、うん、本当に。だからね、改めて思ったのは、うん、なんていうのかな、その女性の生命力、うんうんうん、そのなんか性に対する、うん、その執着というか、うんうんうん、もう何があっても逃げ切るぞっていう、うんうんうん、もうだからすごいなと思って、何があってもあの人は生き残る人なんだなっていう風に、ちょっと今回はだから自分もそのなんていうの、反省じゃないけどちょっと思い返して、その、うん、あ、やっぱりそういう地震とかがあった時のためにやっぱり常にこう準備はしておかなきゃいけないなっていうのを改めて、教えていただいたと。確かにね、いう話でした。あの
その、地震の時に、まるちゃんが私に LINE をくださった時に、一行を、うちの母親がヘルメットかぶって出てきたっていう LINE をもらった時に、状況が全く見えなくて、えっていうかヘルメットどこにあるんだろうっていう、まずね、一般家庭で、どうしたんだろうと思ったけど、ちょっと LINE だったし、まあ時間もね、夜11時半とか、そうそう、結構そういう時間だったからね、だから深く追求しなかったんですけど、そういうことだったんだ。そういうことだった。もう一つ言うと、でもね、ちょっとだけヘルメットが曲がってて、それもちょっと面白かったんだよ。なんかあのドリフのギャグでさ、突っ込みた時にこうちょっとなんかバーンってこうヘルメット曲がっちゃう感じあるじゃん。あの感じだったから、いやいや違うよおっくろ、それちょっと被り方違うよみたいな、みたいな。あ、ちゃんと止めてあるの？そうそう、ちゃんとあごひも止めて、あごひも止めてもちょっとメット斜めってるみたいな。すごいな、お母さん。すごいすごい。だから大したもんだと思いまして。機敏ですね。そう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 。さすがまるちゃんのお母さん。そう、おかげさまでね。だからまあこの、あのお聞きの皆さんもね、本当にあの地震、あの南海トラフだなんだっていろいろね、言われてますけども、いつなんかそういうことがあっても、まあおかしくない話なんで。そうですね。一応なんかその枕元にその着替えと、まあヘルメットはちょっとあれですけど、で昔は防空頭巾なんつってね。そうだね。学校で、うちの小学校の時は。避難訓練みたいなのやったよね。そう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 。で、学校の座布団がいつでも防空頭巾になるようにっていうのを作ってね。そうだね。置いてたりしたじゃないですか。だからね、やっぱりそういう備えあれば憂いなしなんで。そうですね、はい、気をつけていただけたと思いますけど、気をつけていただきたいと思います。そうだよね、はい、あのちょこちょこって地震が来てるときは、結構みんなあの玄関のとこにそういうこう逃げる用のバッグを作ってたりするんですけど、それがまた間空いちゃうと、そうなんだよ、例えばお水も入れといたものも一回出しちゃったりとか、そう忘れちゃうんだよ、またね、そうなんだよね、ちょっと来ないとね。そうだから、ちょっと最悪こう水一本と、水も開けなかったら持つじゃないですか。そう、そう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 。だから何かのタイミングでね。そうですね。うちなんかだからね、水は常にね、あの6本入りの2リットルの6本入りのペットボトルを、だいたいいつも10ケースぐらい、は必ずストックしてて。お家に？うちに。へー。そうそう。でなんかまあもし会った時には、あのご近所にほら渡したりとかもできるじゃない。でカップ麺とか、そのなんかボンカレーっていうか、そのなんかレトルトパックとか、なんかいろんなもん用意はしてあるんで、一応。素晴らしいな、村沢家。そう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 、一応お袋がほらヘルメットかぶるような人だから、やっぱ常にね、やっぱやっておかないとだから。え、そうですね、怒られちゃうから。間違いないですね。そう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 、ちょっと私も参考にしたいと思います、そうですね、はい、はい。杉浦は出た。さあさあ、というわけで、ほい、はい、今日はですね、はい、杉浦見たではなく、杉浦は出た、出たんです私、ということで、ちょっとタイトルを変えてみましたけども、はい、何に出たかというとですね、実は先月の話にこれもなるんですけども、はい、三幸城はですね、はい、女性自身、はい、ね、これお聞きの皆さんも、週刊誌ですね、はい、週刊誌の方皆さんご覧いただいたと思いますけれども、はい、はい、女性自身の方に取材を受けられてですね、いろいろと、はい、大好きなその大先輩小泉京子さんそうですねのことを語っていたと、はい、いうことですね、はい、そうなんですよ、はいはいはい、これ大体どういういきさつでこの、女性自身の方は取材になった話なんでしょうか。ちょっと忘れちゃったんですけど、はい、ざっくりで結構です。ざっくりで大丈夫ですか、はい、当時の、昔の80年代アイドルと言われる頃を振り返ってのインタビューだったんですよ、でその中で、その自分が好きな番組だったりとか、好きな方だったりとかについて語るというテーマだったんですけど、大きなテーマは、はいはい、でその中で、私は小泉京子さんが、大好きでしたっていう話のもとにお話をしたら、その大好きさがきっとライターさんに伝わったんでしょうね、熱がね、はい、うんうんうん、だからあそこまで小泉さんをこう大きく取り上げてくださったというか、私の中の小泉さんに対する思いが大きく書かれていたから、皆さんにこう伝わりやすかったんじゃないですかね。そっかそっかそっか、で小泉さんあれだもんね、今年その芸能デビュー40周年かなんかで、そうですね、コンサートで結構全国回られたりとか、あとは NHK の番組ですごい大きな特集組まれたりとか、はい、いろいろやっ
てらっしゃいますよね、うんうん、俺もそう、見せていただいたんですけど、あの NHK の方と、はい、あとこの女性自身の、週刊誌の方ももちろん読ませていただいて、うん、まあ、あの記事からも随分とそのあ、みゆきちゃんってこんなにあのキョンキョンのことが好きだったんだなっていうのが大好きでしたね。改めてなんかいろんなところに出てきて、うん、でそんな中でね、一つだけその謝んなきゃいけないのが、ね、あの小泉さんのことでミュージョンに謝んなきゃいけないのは、うんうん、夜明けのミュウという歌で、うん、途中、うん、愛をごめんねっていうフレーズが出てくるじゃないですか、うんうんうん、出てくる。ずっとね、先月まで、うん、相棒ごめんねって僕はあの要はなるほど、その彼氏に、うん、あのずっと謝っているのかなと、相棒ごめんね、相棒ごめんねって言って、うん、まあ、いわゆる謝っているのかなって思っていて、違うね、愛をだね、そう、うん、愛をごめんねなんだね。愛をごめんねってすごい可愛い表現だよね。いやもうね、よく考えたら、うん、相棒のわけないなと思って、うん、そうだよね、ずっとそんな何回もさ、相棒ごめんねってリピートされてもっていう話だよね。そうそんな謝られてもって話だよね、うん、そうだと思った。そういうことですよね、うん、でも NHK の中でやっぱり随分と、うん、あの黒柳さんと、はい、それからもっときさん、渋垣の、はいはい、が、まあ、特に2人が小泉さんのことをお話しされてたんだけど、まあ、もっくんなんかも当時ものすごい小泉さんにはなんかこう影響されてたらしくて、あ、そうですか、髪型とかそういうなんか立ち振る舞いとか喋り方とか、うん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 、すごくだから当時のアイドルとして見たらものすごくあの衝撃的だったんでしょ、うん、あの人のなんかそのアプローチっていうのが。そうですね、うん、それこそあの髪型にしても、うん、衣装にしても、うん、すごいオリジナリティがありますし、うんうん、小泉さんじゃなければ、うん、できないような、うん、で例えばあなたに会えてよかったって曲あるじゃないですか。ある。あの歌も本当は、うん、あのレコード会社の方かスタッフの方に、うん、あれ小泉さん作詞なんですよね。おう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 。で、いやこれはちょっとどうかなみたいな感じのリアクションが来たらしいんですけど、小泉さんは、うん、いやいけるでしょっていうことで、うん、あの歌を出したらあの歌大ヒットだったんですって。でとてもあの歌、まあ、ほぼほぼの人私たちの年代だったら、うん、あなたに会えてよかったって知ってるじゃないですか。だから女性だったら結構歌ったカラオケで歌ったこともある方多いと思うんですけど、だからその有名な曲ももちろんいっぱいあるんですけど、それこそあの、うん、待ってよ、フィンガー5が歌った、学園天国、ね、天国、うん、ああいう系が好きな方と、うんうん、私はどっちかって言ったらしっとりの方が好きなんですよ。小泉さんのしっとり系、はい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 、はい、うん、それこそさっき言った夜明けのミュウなんかもしっとり系だよね。そうです、そうです。すんごいあれだって、まあ雑誌だとニュアンスあんま伝わんなかったかもしれないですけど、うん、写真集かなんかのロケに行って、うん、DVD だかビデオだかも一緒に行ってるから、うん、なかなか長いんですロケ期間が。あ、そうだね、10日とか行ってる間に、ほうほうほう、ずっと当時ラジカセですよ。うん、もうずっと夜明けのミュウが120分テープに全部入ってるみたいな。うん、なんかそうそう、あの女性自身にも書いてあったけど、うん、いろんな曲を聴く人じゃなくて、うん、とにかく一つ気に入った曲は、うんうん、ずっとそれをもうリピートして、そうなんです、こうヘビーローテーションで、ヘビーローテーションで、うん、でその曲を聴きながら自分がこう気持ちを上げて、うん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 、現場に入るみたいな。そうです、そんなことしてたって書いてあったね。そうなんですよ。うん、だからその時に夜明けの美をかけてるんですけど、うん、スタッフの方は、うん、まあ、ちょっと上の年代の方とかだと、うん、あんまりその曲には小泉さんをご存知でも、うん、曲に興味がなかったりするじゃないですか。でも私が永遠にかけてるから、うん、朝から夜まで、うん、もう小泉ワールドで洗脳したんですね。まあ、覚えるよね。覚えるよね。それだけかけてれば。さすがに。だから数日後には、朝なんかみんなおはようございますって集まると、誰かがなんか鼻歌で夜明けのミュウ歌ってるみたいな。おうおう、そうなるよね。そうなんですよ。だからそれぐらい大好きで。そもそもその小泉さんの入り口っていうか、うん、一番最初にその小泉さんが好きになったきっかけっていうか、なんかあったりとかするの？きっかけは何だったたのかよく覚えてないんですけど、もうみゆきよがそのデビューした時っていうのは、うん、小泉さんはもう結構なアイドルだったの、その頃。いや、めっちゃアイドルですよ。もうめっちゃアイドルで、めっちゃアイドルでテレビで見てた感じなんだ。うん、そうです、そうです。で
独特で可愛いし、うん、そのキャラが独特でね、うん、ですごいなこの人って、なんか他のアイドルの方とはちょっと異質な感じ、うん、いい意味で、うん、っていう印象があって、うん、であのはっちゃけた感じも好きだった、はい、もちろん歌も好きだったんですけど、うん、デビューして、うん、お会いして、うん、で女性自身にも書いたんですけど、うん、レコーディングスタジオで夜中1時2時でもうヘトヘトで、うん、もう参っちゃったなって思った時に、うん、やっぱりあのレコーディングの中のブースにいると詰まっちゃうんですよ、うん、気持ちが一回上げないと歌えないじゃないですか、うんうんうん、そうするとフラッと、うん、あのロビーとかに一人でフラッと行ったりするんですよ、うんうんうん、そうするともちろん入り口警備員さんがいらっしゃるから、うんうんうん、他のスタジオから出てきた人もいるぐらいのもので、ね、全然関係ない人はいないんですけど、うん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 、それでそこにあるとき私がフラッとロビーに意味もなく遊びに行ったら小泉さんもフラッと現れて、うん、あーお疲れ様ですってなって、うんうんうん、で眠いねなんて話をしてて、うん、そしたら眠いですねとも私言えないんですよ、うんうん、小泉さんの前ではね、うんうん、そりゃそうだよね、うん、だから、うん、いやー夜遅いですからねみたいなノリの話をしてて、うん、最後に小泉さんが、うん、頑張ろうねみゆきちゃんって一言言ってくれたときに、ああそうめっちゃエンジンかかっていやそりゃそうだよね、頑張ろうねみゆきちゃんだもんね、そうですそうです、あそれでもうスカッとして戻ったら、うん、スタッフさんが、うん、え何があったこの何分の間にみたいな、そうなるよね、うん、どうしたそのテンションの上がり方っていう、こうでねああでねって早く歌えばいいものを、うん、その説明に入っちゃうんです、嬉しいからね、嬉しいから、で喋り終わる頃に歌取って、うんうん、まあ早めに終わって、うん、そういう時ってもうなんていうのかな、頭が柔軟になってるから、そうだよね、そう起きてるし柔軟になってる、何でも来いだよね、そうなの、だからそれでレコーディングをして帰ったっていうことがありましたけど、だから一言でそこまで人を元気にしてしまう小泉さんって、うん、半端ないなって思いましたね、そうだね、それがやっぱり今でもこう現役でね皆さんの心を掴んで離さないあのね、うん、感じが出てるんでしょうね、だと思いますね、そうですか、はい、また機会があったらお会いしたいなと思います、ぜひとも、本当ですね、はい、はい、じゃあそんな中で今日は小泉さんの曲を、そうなんです、リクエストしちゃうんですか、しちゃいますよ、はい、私がね小泉さんの中で好きな曲の一曲なんですけど、はい、知ってる方も多いと思います、だいたいこうなると木枯らしに抱かれてを出すんじゃないかと思う方も多いと思う、思いきやだね、違うんです、違うんだね、優しい雨です、はい、お聞きください、小泉今日子さんで優しい雨聞いていただきました、はい、はい、続きましてのコーナーはですね、はい、本日メールをいただいたので読ませていただきたいと思います、はい、ラジオネーム神保さんです、はい、4月5日みゆきちゃんお誕生日おめでとうございます、おーそうでした、あざます、毎日が喜びに満ちた幸大きい日々でありますように、みゆきちゃん新しい1年スタートに乾杯、ありがとうございます、ありがとうございます、いつもみんなのそばにいてくれてありがとうございます、これからもみゆきちゃんみんなのそばにいてね、みゆき&村沢の月曜から乾杯、毎週楽しみにしています、幸せな時間ありがとうございます、こちらこそ、こちら、あ、こちらこそだって一緒に言っちゃったこれからもみゆきちゃん笑顔の日も涙の日もみんなと共に応援していますということで、ありがとうございます、ありがとうございます、こちらは、神保さん、そうですね、ツイッターなんかでいつもねメッセージとか、そうですね、いただいてますね、フォローしていただいてますね、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、ブログの方にもね、はい、よくメッセージを書いてくださったりとかして、うん、見てくださってるんですよ、うんうんうん、で、まるちゃんの方にのツイッターにもね、うん、コメントくださったりとかしてるじゃないですか、毎回欠かさずいただいてますね、ありがとうございます、そうですよね、うん、もう本当に心の優しい方で、うん、同じワンちゃんが好きっていう共通点があるんですけど、はい、なのでこれからもね、ぜひとも、そうですね、はい、まるちゃんともども、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、で、5日がみゆき女のお誕生日ということで、うん、はい、ハッピーバースデートゥーユー、へぇー、ハッピーバースデートゥーユー、マジでということで、でかこれすいません、ラジオを聞きの方は分かんないです、YouTube ご覧の皆さんにはちょっと映像見えてますけど、はい、プレゼントを用意しましたのでこちら、ありがとう、おめでとうございます、ありがとう、どうぞプレゼントでございます、ありがとうございます、はい、これ、これ今開けちゃダメなやつですか、いや開けて全然いいやつですよ、いいですか、もうガシャってもうちょっといいですか、ガシャガシャってもうやっちゃってください、
本当ありがとう。はい、ちょっと今日はヘルメットこれ。いや、ヘルメットじゃないです。ヘルメット今日持って帰らされたもんね。持っていかないですよ。はい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 。ね、明日でミユキ城が、もういくつになるんですか。あ、それです。それな。噂のパオ。パオだ。パオ用意しました。嬉しい、はい、ありがとうございます。どうぞどうぞ使ってください。見て、はい、これ、ね、これパオってこんな大きいの？そう、俺もね、あのちょっともう遥か前に買ったからちょっと忘れたんで、外のほあの箱まで合わせると結構でかい感じなんだけど、割と加えてみても結構なでかさになりますよ。あのすごい、はい。それを加えてブンブンこう振ってもらってね。ありがとう、はい、嬉しいです。これ何ですか、3色入ってるということは、そうウエイトの、ね、重さが、ブルーが一番軽いやつなのかな、うんうん、でブルーからスタートしてなんかそのゴールドになるのかピンクになるのか、なんかだんだん段階的にその、重くしていくというものになってます。なるほど、はい、嬉しい、ありがとうございます。ちなみに、自分のも、うん、今日持ってきてるんで、後ほどその使い方のちょっと講習を、はい、それレクチャーしてくださいしようと思いまして、持ってきたの、持ってきました、さすが。はい、で一緒にちょっと2人でブルブルやって、そうですね、また楽屋トークの方でそれはお届けしようかと、そうですね、後ほどやらせていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。ということでね、はい、はい、神保さんからもメッセージいただきましてありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、さあそしてこちらもう1通メールをいただいておりますのでご紹介していきたいと思います。はい、こちらは、ラジオネームリエさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、みゆきさん、村沢さん、こんにちは。こんにちは。はい、3月17日に我が家の三男が小学校卒業いたしました。はい、おめでとうございます。はい、コロナ禍の卒業式は短縮短縮で、卒業する嬉しさと寂しさが混ざって涙が溢れというのがなく、あら、淡々と終わります。うん、みゆきさんや村沢さんの卒業式の、卒業や卒業式の思い出があったら教えてください、はい、ということですけれども、ありがとうございます、リエさん。リエさんですね。はい、はい、どうですか、卒業の何か思い出というのは当然、ございますでしょうか。もちろん、はい、私、東村山の小学校に行ってたんですけど、5年生まで同じもちろん小学校に行ってたんですよ、うん、そして6年生になった時に、うん、当時子供が多くって、うん、新しい小学校ができたんです。あー、そうなんだね。で、いくつかの学校から、うん、まあその学区域を区切って、はいはい、うん、その新しい学校に行くんですけど、うんうんうん、私が6年生の時だから第一期卒業生なんですよ。ああ、そうかそうか。なかなかないじゃないですか、うんうんうん、第一期って。そうだね。だから学校に行っても、うん、お手洗いから視聴覚室から何から何までが全部綺麗なんですよ。うん、ああ、新築ってことね。新築だから。はいはいはい、はい。新しい匂いがして、もうもちろん外側も綺麗だし、す、う、べ、んうん、てが新品なまま第一期卒業生で。うんうん、卒業したんですけど、うん、私の唯一一つの心残りがあって、校歌を募集したんです、6年生から。あ、学生から生徒から募集したの？生徒から6年生募集したの、うん、歌詞を。お、そしたら当然私のは通るわけはなく、なんて言うんだっけ、生徒会長みたいなのいるじゃないですか。いる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 、学級委員長っていうか生徒会長っていうか、そう、学年に偉い人ね。そう、偉い人、うん、をやってた、うん、やっぱり頭のいい友達の歌詞が選ばれて、うん、未だに効果なんですよ。へえ。だから12歳からだからもう40年以上ですよね。へえ。なんであの時選ばれるようなもんを書けなかったかなって、ちょっとそこだけちょっとプチ心残り、ね、どういうなんかあれなの、詩を書いたとかって覚えてないの、なんかちっとも覚えてない。ちっとも覚えてないんだ、うん、なんなら効果も覚えてない。あ、効果覚えてますか、まるちゃん。すげえ覚えてますよ。緑の森の丘に立つ僕らの学校元気よくだよ。それ小学校。そう、正しく勇気あれと大空は教えますだよ。それなんでそんなちゃんと覚えてんの。いや、昔のことすごい覚えてるタイプじゃない俺。ああ、そうか。だからじゃない、中学は君は聞かずやっていうなんかそんな武蔵野のっていう、へえ、そういう曲ですよ。ひぶすまあたり伝えゆく。じゃあ高校も覚えてるの。高校は全然覚えてない。だから小中はすごい歌ってたんだと思う。
誰よりも効果を、うん、その大きな声で、うん、だけど高校になると、うん、ちょっとなんかこうほら斜めに構えるっていうかさ、ね、生意気になっていくんじゃん。そうだよね、バーカ効果なんてペッみたいなさ、うんうんうん、ちょっとかったるい系になっちゃうしね。そうそう、だから歌ってなかったんじゃないかな、うん、小中はすごい覚えてる。意外に覚えてるんですよね、うん、みんな割と覚えてるよねえ、うん、だから自分の曲が使われ、詩が使われればね、うん、覚えてたかもしれない。そうだよね、うん、卒業式の思い出っていうとね、うん、俺らはやっぱ中学の時にね、うんうん、こう見えてね、なんかこう人生の中で、うん、多分中学3年の時がモテ期だ、一番そこそこモテてたんじゃないかなって今考えるとね、はあ、思えてて、うん、ただ、うん、そのクラスのやつに一番そのかっこいいやつとかなんとかっていうやつは、うん、そのなんていうの、あのいるわけよ、うん、うちら中学3年生で1年生がワーキャー言うわけね、はいはい、大体その先輩、うん、先輩、うんうん、そうだね。でうちらの同級生でもそのワーキャー言われるやつっていうのはやっぱりそのジャニーズ系だったりとか、あちょっとエグザイルみたいなやつだったりとか、やっぱサッカー部が人気だった。そうそうそう、サッカー部とバスケ部ね。ああ、そう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 、うんうん、であのバスケ部っていうのは割とこう賢い、頭も良くて、うん、スポーツもできるやつ、うん、サッカー部っていうのはバカだけど、うん、こう運動はできるやつみたいな感じのイメージでこう持ててた、うん、であのオイラはサッカー部だったんだけど、うん、あ、うん、オイラのとこに寄ってくる人っていうのは、うん、割となんていうのかな、こういう言い方するとちょっと語弊があるかもしれないけど、うん、割とこうちょっとマニアな感じの人が多くてなんかこう ワーキャー言う人っていうよりもちょっとなんかこう珍しいもん好きっていうか、うんうん、なんかそういう人が多かった。だから犬でもプードルとか、うん、なんかそういうのが好きな人じゃなくて、うん、こうパグとかフレンチブルドッグみたいなのを好きなちょっとタイプがね、そうそう、なんかふんふんが言ってるやつ、こいつかわいいなみたいななんか大丈夫かっていうようなあの、うん、ファンの人が、うん、オイラは多かったイメージ、うん、なるほどね。だからどっちかっていうとボタンも、うん、なんかこうあの先輩ちょっとボタンいいですかって言うんじゃなくて、うんうん、あの先輩失礼しますみたいなボタン剥ぎ取られるみたいなブチッそのボタンもらってくれブチッみたいなあどうぞみたいな、はあ、そんなことでした。まあね、うん、それぞれ私とまるちゃんじゃ全然違う学生時代ですねきっとね。そうなんですよ、みゆきちゃんモテてたでしょ。だっていやいやいや、そんなこともないですけど、ね、もうそうか。でも中学ぐらいの時ってのはもうデビューしてたんだっけ。デビューはしないですけど、もう雑誌は出てます、ね、うん、ああそうだよね、うん、あそういう人はまたわけは言われちゃうんだよね。まあね、いろいろありますがね、あまあお時間もないのでね、唐突ではございますがね、はい、そうですね、はい、この続きはまた後日という。そうしましょう。はい、リエさんありがとうございました。ありがとうございました。それでは今日もお疲れちゃん。